白根型護衛艦、白根型護衛艦、白根型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の艦級。ヘリコプター搭載護衛艦、DDH の第一世代である春名型、43、45DDH の拡大改良型として、第四次防衛力整備計画、四次防中の昭和50.51年度計画で、各一隻が建造された。ネームシップの建造単価は、 約395億円であった。イージス DDG である混合型 63DDG が建造されるまでは、海上自衛隊最大の護衛艦で、名実ともに海上自衛隊の顔であった。第2次防衛力整備計画で検討された8000トン型 CVH が飛んだした後、第3次防衛力整備計画では、護衛艦8隻と昇海ヘリコプター6機で、 先日他に、護衛隊軍を編成するという八艦六機体制の構想を基づき、4700トン型 DDH、43、45DDH 春長田が建造された。第四次防衛力整備計画の策定にあたり、対戦戦能力強化のため対戦相当部隊の新編が計画されたこともあり、この部隊と護衛隊軍一個ずつに配分するため、 護衛隊軍に求められる航空運用能力を一隻で賄えるヘリコプター搭載大型護衛艦 DLH2 隻が計画された。これは2隻の DDH と1隻の DLH とではヘリコプター6機を搭載して対戦線を展開する優点では同様の能力を備えるものの費用対効果やヘリコプターの運用面を考慮すると DLH の方が優れると判断されたためであった。 最初期の計画では、基準排水量8700トン、機関出力12万馬力で、ヘリコプター6機搭載、スタンダードミサイルを装備し、将来的に、ハリアー垂直離着陸機の搭載、運用を考慮して、全通飛行艦板を備えことも検討されたが、原案に盛り込まれる段階で、艦型は8300トン型に縮小され、また、原案の修正段階で、 対戦相当部隊も削除されたことから、建造数は一石に削減された。そして、国防会議事務局との調整段階で、春長田の運用実績もない段階で、全く新しい監視である DLH に挑戦するのは時期尚早と指摘され、DLH の建造自体が断念されることになった。そしてその代わりに、当時世界的な数勢になっていたシステム艦化や、 対戦線のパッシブ戦火、対艦ミサイル防御能力の導入などの新機軸を盛り込み、艦型を拡大した5200トン型 DH が建造されることになった。これが本型である。海上自衛隊は、艦名の由来を、白鳳三山とし、白鳳三山の北だけの俗称が、白根山となるが、国土地院で、 白根山とされているのは日光白根山特撮白根山であり、他にも白根山と俗称される山岳は日本国内に複数あるため各地の地名を関して区別されている。気象や山岳名を基準とする自衛隊の命名規則に基づき、官名は金剛と霧島になる予定だったが、当時の防衛庁長官だった金丸信が 自らの選挙区にある白砲、散々来ただけの俗称、白根山から取って白根とすることをしたため、このような変則的命名となったとされる。金剛、霧島は、後に、金剛型イージス艦に採用された。設計面では、概ね、先行するヘリコプター護衛艦である春名型、43、45DDH の拡大改良型となっている。 基本計画番号は、解111。全通艦板を有する朝鮮首労型という線形は、春名型と同様だが、電子装備の充実に伴う、環境構造物の大型化に伴い、全長にして6メートル船体を延長した。またこれにより、増波抵抗を低減したことで、排水量が増大したにもかかわらず、同一出力の主機で、同等の速力を確保した。 一方、復元性を考慮して、全幅は同一とされた。また、春長田と同様、船体の後方3分の1を占めるヘリコプター艦艦の横幅を確保し、なおかつ機関機能を持たせるために必要な艦内容積を増やすため、全長にわたるナックルが設けられている。加えて、式統制能力の強化に伴い環境構造物は3層から4層に拡大された。 マック方式の採用も踏襲されたが、春名型に比べ艦外装備アンテナ、電子機器の数が著しく増加したため、電波干渉を防ぐため、本型では2本に増設された。また、第1マックは、船体中心線上にあるが、第2マックは、春名型での運用経験を踏まえて、航空機発着艦時の利便性を考慮し、春名型とは逆の右辺側に、シフトされている。これは、 主機の煙字が、マックのある原則に配置されているため、これにより、ヘリコプターの格納様式も、春名型の右辺2機、左辺1機から、右辺1機、左辺2機となっている。フィンスタビライザーの装備様式も異なっており、春名型では5メートルフィン2式であったのに対し、本型では8メートルフィン1式で、同等の弦由ら効果を確保している。また、 春名型では着水したヘリコプターをクレーンで船積みすることが考慮されていたが、ローターが停止すると HSS- には転覆することが判明し、着水機を回収する状況そのものの現実味が薄い、判断されたことから、デッキクレーンはより小型の吊り上げ過重5トンのものに変更された。また、対戦線のパッシブ線への移行に対応し、水中放射を低減するため、 船体にマスカー、プロペラにプレーリーが装備された、灯されている。手記については、比例のものが踏襲されている。主ボイラーは、石川島ハリマ重工業、射精 D 型二動水管2機、蒸気正常は、圧力、温度摂取480度、蒸気発生量各130トン、時。主蒸気タービンは、石川島ハリマ重工業のダブルフロー式。 ロックドトレーン2段原則二度衝動型シリーズ、パラレル型、出力はそれぞれである。一方、システム間となったことから、電源は強化された。主発電機として、出力 1200kW のタービン発電機を、前後の機械室に1機ずつ、また、出力 300kW のディーゼル非常発電機を対、前後部に分散配置して、戦闘被害対策を講じた。 電子装備のために良質電源が必要であったことから、立ち風型 46DDG と同様、蒸気タービン主発電機の常時運転による給電方式を採用した。設計において多くの点では、ルナ型43、45DDH を踏襲した一方で、装備においては多くの点で刷新がなされている。対戦線のパッシブ線への移行に対応し、 部隊対戦戦士支援機能が強化され、防空力も増強された。本型は、戦術情報処理装置として、1区 -3TDPS、タクティカルデータプロセッシングシステムを搭載する。これは、部隊対戦戦士支援機能を重視して開発されたこともあり、海上自衛隊の戦術情報処理装置として、初めて、双方向の戦術データリンクである。 リンク11の運用に対応しており、海軍戦術情報システム、NTDS への全面的な対応を実現した。このことから、本型は、海上自衛隊発のシステム艦とも称される。当初は、武器管制機能を有さなかったことから、デジタル式の案、9-20コンピュータを用いる t d s に目標指示装置、が国内発されて搭載されたが、 1990年代、後半の改修により、1区 -3 に統合された。この改修を受けて、1区 -3BCDS と解消されている。ただし、白年に関しては、2007年12月の火災事故で、CIC モロとも1区 -3B を全損したため、春名及び朝風の搭載機器を移植して搭載している。センサー面も、 全面的に刷新された。レーダーとしては、対空用には3時元式のアップス -12、耐水場用にはアップス -28 が搭載されたが、これらはいずれも本型で初めて装備化されたものである。さらに高度測定用のオピーン -8 も装備されており、これと交換用のアップス -22 はヘリコプターの誘導にも用いられることから、アップス -22 と、 オピーンマイナス8でナップンマイナス18着艦誘導レーダーシステムを構成する。また、ソナーとしては、やはり国産新開発の75式単身技 OX-101 を選手装備式として搭載したのに加え、白根では可変振動式の SQS-35VDS を搭載した。そして、クラマでは栄光式のアン。 SQR-18A タクタスをアメリカからの輸入によって装備し、知らねにもバックフィットした。特に後者は当時施行されていた対戦線のパッシブ戦への移行において重要なものであった。艦載機がその部位の運用に対応した HSS-2B に更新されたこともあり、従来艦と比して捜作範囲が飛躍的に増大したことから、 対戦情報処理の効率化のため、国内開発の1区 -101 対戦情報処理装置、アスワズが搭載された。電子戦装置としては、朝風より装備化されたノルック -1 電波、探知妨害装置が搭載された。これは、電子戦支援、イザム及び電子攻撃、ECM の両方の能力を持つシステムであった。また、 オルはマイナス 9B ミサイル警報装置も搭載された。本型は護衛艦としては初めてシースパロー BPDMS 五艦防空ミサイルタンサムを搭載している。これは元来1974年昭和49年度計画の2500トン型対戦護衛艦 49DDK で後日搭載にいる装備化が計画されていたものであるが、 第一次オイルショックの影響でこの計画は撤回され、翌年度計画に基づく本型で装備化されることとなった。発射機としては、アスロック対戦ミサイル用の MK-16、GMLS で使われていた8連装発射機、MK-112、日本でも74式アスロックランチャーとして、ライセンス生産化を 76mm 連装砲の、 マウントに組み込んだ MK25GMLS がヘリコプター格納庫上に搭載された。ここから発射されるのは RIM-7E ミサイルで、これは事実上、空対空型の AIM-7E スパローそのものであった。ミサイル射撃式装置 MFCS としては、アメリカ海軍で用いられていた MK115 は人力操作、目視標準であり、 性能不足、国産の FCS- にも、開発遅延のために間に合わず、オランダのシグナール、現在のタレスネーデルラント社の WM-25 を輸入により搭載した。これにより、本型は、ミサイル護衛艦、DDG 以外では初めて艦隊空ミサイルを、搭載した、護衛艦となった。なお、これらのシースパロー BPDMS を搭載したのは、本型のみであり、初雪型、 52D リー以降では改良型のシースパローアイビプドムズが搭載されるようになっている。本型の BPDMS も2003年から2004年で行われた長期修理の際にアイビプドムズに更新されており、ミサイルは RIM-7M に、発射機はアイビプドムズ用のタンサム発射機3型 g m l s 3に m f c s も 国産の81式射撃式装置2型 12FCS-2 から12に換装されたが、これらは高月型 37DDA の近代化回収5 6ムの際に搭載され、これらの艦の退役に伴って撤去されたものの採用である。手法と対戦兵器の装備容量は、春名型 43-45DDH のものが踏襲されており、 観光部がヘリコプター格納庫及びヘリコプター乾板となっているため2門を背負い、式配置にした73式54口径5インチ、単装速射砲とアスロック用の8連装発射機、74式アスロックランチャーは環境前方に集中して配置されている。砲射撃式装置 GFCS としては72式射撃式装置1型 A。 FCS-1A が引き続き搭載された。また、クラマでは、海上自衛隊で、初めて近接防空器 CIWS の高性能 20mm 機関砲を装備化しており、知らねでも後日搭載された。春永田と同様、最大で3機の紹介ヘリコプターを搭載したが、春永田が当時 HSS-2A を運用していたのに対し、本型では、 新型の HSS-2B への更新が考慮されていたことが大きな変更点である。HSS-2B は、米海軍の SH-3H に準じた機体であり、HSS-2A がセンサとして、機上レーダーとディッピングソナーしか持たなかったのに対して、HSS-2B では、機上レーダーを高性能のアンアップン -182 に付加するとともに、アン。 アスク -81 次期探知機、マット、アン、アルア -66 電子線支援装置、イザム、その部位受信機が追加されており、1980年12月に部隊使用承認を受けた。特にその部位は対戦線のパッシブ戦化にあたって非常に重要であったが、その膨大な音響信号を機上で処理するのは困難であり、アン。 マイナス二十コンピュータを用いるオカマイナス二百一その部位信号処理を受け SDPS が艦上に配置されたまた後には SH マイ六十 JK に順次に移行している駆逐艦相当の規模の艦での大型ヘリコプター運用の先駆者であるカナダ海軍では春長方に一年先行していたイロクワイ級駆逐艦で。 シーキング2機を搭載したのが最大数であり、3機搭載するのは海上自衛隊特有の運用である。また、2013年にブルネーで行われたアドムム・ MM ヘイドア実動演習では、白根が SH-60J と陸上自衛隊所属の UH-1J をそれぞれ1機ずつ搭載した実績がある。 本型は巡動警官である春長型と共に30年に、渡り海上自衛隊の対戦戦闘能力に資してきたが、防衛省は、その代官として、ヘリコプター運用能力を大幅に向上させ、物資の輸送、補給能力を付与した出雲型の取得をはじめ、一番艦、出雲が収益した2015年3月に、白根が退役、二番艦、 カガが収益した2017年3月にクラマが退役した。2015年5月27日の報道によると、訪日したフィリピンの秋の大統領とガズミン国防相は、日本への軍事援助を求めるとともに、白根型の中古購入についても要望した。2007年12月14日、戦闘式書 CIC から出荷し、 これによる火災と消火活動により戦闘式証及び式通信系統を全損した。一時除籍も検討されたが、2009年3月に退役した春菜の CIC 部分を白根に移植することで存続が決定し、2009年4月より損傷区画の移植改修工事と関連延長工事のため IHI マリンユナイテッド横浜工場へ入居。この事故の後、 全自衛艦,艦艇に火災放置機が増設された。2008年12月15日、横須賀港内で作業船と接触したが、双方ともに負傷者はなかった。2009年10月25日に、神奈川県沖相模湾で行われた、平成21年度自衛隊観艦,艦式に、観越艦として参加後、母港佐世保基地へ帰還する途中の2009年10月27日夜、 関門海峡で、韓国籍コンテナ船、カリナスター7401艘トンに衝突される、事故が発生した。この衝突事故により、クラマは、主以下に巻き上げ部を含む、干渉部分を大きく破損、管艦,艦式のために、干渉倉庫に積んでいた塗料から火災を発生した。火災は、約10時間後に沈下されたが、この事故で、クラマ乗員6名が負傷し、クラマは、 文字港に接岸される。11月8日、文字港を多用都支援艦天草先導の下自力高校は、可能だったが大事をとって58号型衛船2隻に栄光され出港。9日午前に、母校佐世保基地に帰港、損傷部分を修理された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。